いきますよ。那須くん、くじ引いてください。さあ、ここで主役が遅れてやってくる。那須登場。さあ、注目の那須くんのくじ引き、どこに入るのか。何番？14番ということは、中西、那須。これいい組み合わせですね、やっぱり。それではね、大会の方を始めていきたいと思いますんで、まずはゼロ回戦の方からスタートしていきたいと思います。準備皆さんよろしいでしょうか。そしたらね、ゼロ回戦、スノーさんと影さん、スノーさんと影さんお願いします。最後の大会になりますんでね、皆さん盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。まだ始まってないんで、それではお席につきましたらスタートボタンの方押していってください。ゼロ回戦、スノー対、影ガロン。それではね、ミカド大会最後のセイバー大会始めていきたいと思います。さあ、ゼロ回戦ですが、ワンピーがスノーデッドリー、対するは、影ガロン。影ガロンは高3ですが、もう大会に来るのはもう久しぶり。一体先ほどの字がちょっと見ましたが、もうどんな動きをするのか分かりません。どの辺まで動けるんでしょうか。さあ、大会、試合展開は影が押している。まだ20秒切ったあたり、スノーのデミトリがやや押されている。体力3分ぐらい、まだ投げを見せていない。おっと、今のはアバカか。さあ、いい対空をして、ずらしのビースト。さあ、もう往年の動きですね。懐かしくてもう涙が出ちゃいます。 DCC は来てくれるんでしょうか。さあ、大足で飛ばして、さあ一方のスノー、さあ ES がダイブ、ガードされても影様。まだあと2発見てます。ES クライム、影の代名詞影様はですね、無敵はありません。さあ影様で調子が狂ったスノー、この辺から取り返していきたい。50秒過ぎたあたり、影はまだこれで落ちた。わー、空中投げ、うまく逃げる影。そして大地がしっかりして相打ち。おい、終わっていたか。ペタキショーパンサマーという怪しいコンボで、ゼロ回転制したのは影。そしてゼロ回転、突如乱入した那須さんによってもう一回発生しました。続くゼロ回転の2試合目、那須カッチ対中西ビシャモン、ニートビシャモンですね。現在、職探し中です。さあ、1P は、1P は中西、そして 2P が那須。さあ、今日はエレクトロゾルダークのコスプレでやってきた中西、この辺も注目していきたいところですね。さあ、ライブ配信の人残念ながら見れませんが、中西さんコスプレをしている。さあ、対する那須さんはいつものこの灰色、ちょっと汚い、そんな背景がかっこいい。さあ、ナオさん、さあ、全員が飛ぶ。さあ、なんとかカバー。
僕たちしてたらあげらおかったさあ出す、なんだそれから出す、さあこっから取り返せるか、中西よく見てるか、見えているか、さあ中段どうする、さあ暴ききれない、さあ那須が取り返した、さあゲージは那須は弾を使った、さあこれ無能力になるほどのゲージは持っていない、さあここで一気に押してダイパー詰めた、さあちょっと歩いてくる、さあ那須が、さあ無能、そして追い打ち、追い打ち少し、さあゼロ回転で姿を消しました。さあ今両者がっちりと、健闘をたたえ合う拍手、いやー味方最後の大会にふさわしいいい試合で始まっていますね。さあ那須さん、さあもう帰るんですかね、那須さんは。あ、那須さん、あのチーム戦あるんで帰らないでください。さあ、本戦の方、中西さんが、見事な勝利で、第1試合入ります。第1試合サス兄と、DD カッチ、サス兄さんは、どっか行っちゃいました。あ、来た来た、今日のキャラは何でしょう。さあ第1試合、DD のカッチと、お、サス兄のカッチ、ちょっとピンクっぽい、赤っぽいのがサス兄のカッチ、で真っ白なのが DD。さあまずは空対空から着地チェーン、さあこのパッチで非常に展開が早い、パッチも防御力があるキャラとはいえパッチの攻撃力の前にはもう飛んで減ってしまう。さあ暴れて、さあ盛んにビッグアイスマン返された、ブランチの達人が見せてきましたね。さあ6つ目は、いやいや、あれは右で暴れてるんですかね、小足、起き上がりに小足を出している。さあ、タワーのタイミングを悟っているのか、おっと、無駄打ち、威嚇ですかね。さあ、DD が捕まえた、あ、すぐに攻守が入れ替わる。さあ、先ほどアイスバーを狙っていたこの男、何をやってくるか分からない。さあ、タワーで下ろしはできない、さあ、タズニーの食い投げ、さあ、ダウンを取った、折り返しのがタズニー。さあ、最近命令やってたんで、パッチを見るのは久しぶりですか、これは危ない、もう追い詰められてるぞ。さあ、どうする DD、 まだゲージがある、ビッグフリーザーも撃てるぞ。さあ、投げでまとまってチェーンを決められないタズニー。さあ、DD がいい勝負打ち、 DD の勝利。さあ、不満げな顔ですね、タズニーも。さあ続いて、暴君サナイ、皆さんの場に、公の場にやってきました。さあ酒井と、対するはお魚、お魚さんもずいぶん久しぶり、お魚さん何やってたんですかしばらく。あ、引っ越し、引っ越しで忙しかったと、さあ酒井さんが 2P、で 1P がお魚オルバスですね、最近 GGPO にもやっと顔を見せ始めたお魚オルバス。さあ、酒井、色を間違えた、いつもはダークカラー、剣3つなんですが、もう調子失敗。さあ、緑対緑、さあ、不用意に毒を食らう、おっと、今のも危なかった。さあ、お魚中断、見てるか、久しぶりだが、さあ、いい毒、チェーンを決めて、空対空からフロー。さあ中段は何とかしのげているが、さあ大空しっかりしている、ダベルの対空は強い。さあ中段が入って20秒でワンダウン取ったのは酒井。さあ最近あまり大会で見ないんですからね、酒井さん今日は最後の大会ということで来てくれました。さあ駆動を実際に、崩していく、おっちゃん、これ惜しかった。さあ、お魚残り体力半分くらい、クタイ君から見つぶし、やはり追い詰めるのはなかなか難しい。さあ、サガイの体育あまり強引には入っていかない感じですね、もう結構体力差があるんで、あとはザベルの性能に任せて勝っていくと。さあ、サガイコンプリートで1回戦突破。さ
さあ早いですね、やはりこのゲーム。続いて、お、来ました、A ブロック、注目のカードですね、カジーリリース対ハイロオルバス。さあじゃんけんにも気合が入る。ワンピリを取ったのがオレンジ、カジーリリス、対する、2P が、ハイロ、ハイロオルバス、ハイロさんはもう色が灰色だから灰色という名前だそうです。非常に昔からやってる人なんですよ、灰色さんは。さあ先ほどのの試合ではカジが負けていた。ハイロさんは急に投げに行きましたね今。ハイロさんは、キラーボルテクスが大好き、オルバス使いはみんな対応してますが、さあ早くも一発当たさあ暴れから割り込み、小技で暴れて内野陣に固めたところがしっかりしているハイロボス。さあ空中で暴れてしまった。うぎゃを打ってみるか。さあこれは怖くて大コート発動。さあうまく逃げた。オルバスのダルコンタかなり強いですね。さあ投げで押されているのは灰色、ここはしのげるか。さあ真珠まで回復。さあシャイニングを待っている。こんなに投げ飛んだでしょ灰色さん。さあ先ほどと同じ場面、今度はカジがルミナスを受けた。シャイニングは打ち抜くところでガンガンで打っていく。一気に持ってかれる。アバカで押し返す。あー惜しかった。灰色のコンボミスでまだリードは優秀なまま、カジが優秀なまま。ここでダブルを取り返す。さあリリースといえどもアバは怖い。アバに入ればリターンで出されるとハイジャンプがあるとはいえ本当に言えないですから。フェリシアはやはり関東未だに少ない、キャット K さんがいた時なんかはまだいたんですが、今となっては全然もうフェリシアいないです。さあ対するブスチマさんは、ザベル、これザベルフェリシアというのはフェリシアがかなり厳しい、動機の遅いフェリシア、頭脳が見逃さない、非常に厳しい。さあブスジはどこまでこの精度を持っているのか、またまた中段で行くのか。さあ追い詰めてからのガーキャン、これはサタスカの得意パターン。ちょっとダイバーに突っ込まれた。さあキャラ差はあるが、この感じじゃない戦い。ガーキャン、ガーキャン仕込んでいる。しかもうちのこの仕込んでないです。さあ一本取られたのはブスチマザベル、名前変えましたがザベルさんですね。さあ人気よりもがザベルのザベル。さあ投げを見せて、おお、あとはなくなってきたとブスチマザベル。そして投げ、ノイタッチで余裕のコンプ。さすがの笹塚。さあ、もう、A ブロック終わりまして、残りの半分、健康賞。さあ元立川勢のケンガロン対するは関東重鎮の交渉、交渉バレッタ、名古屋は、まだ分からないと言ってましたが行きます、この人は。
で絶対いるんですよ、こういう人。さあ、携帯のチェックをして、さあ、故障スタイル、故障さんは椅子に浅く、かけますね。非常に後ろを通りづらくなるんです。さあ、もっと集中しているのか。やはりガロン、これは戦いにくい。口が大きい。この間の、関東で行われたダイヤグラムダービーでは、ガロンパレットはどうなったんですか。負けました。みんなあまり気にしてませんよ、あれは。さあ、対決スター、あれが痛いぞ。二段ジャンプがあるから空中でずらせる、このキャラ。さあ、もう追い詰められてるのはアーケン。さあ、自分で終わるか。なんとか逃げた。さあ、垂直ジャンプ待ちを使うと、アレッタでも逃走を簡単には近づけない。ただ、それをするには体力が必要。体力は負けてる状態では待ってもしょうがない。さあ、ずらしの中間からビクリー。ガロン、しゃがみも判定がでかい。さあ、故障はまだ全然ダメージを負っていない。まあ、剣ややちょっとすることが、難易感が出てきたか。さあ、超戻った。さあ、ダッシュで崩れ、さすが。そのまま段階で返した。これは危ないぞ。終わった。50秒コンプリート。コンプリート多いですね。故障のワンサイドゲームでした。さあ、続いて、最近味方によく来てくれる、暇人レイレイ、対するは、あ、バズさんですね。関東の番犬、狂犬ですね。ガロンは狼なんで犬ではないんですが、さあ、関東の番犬との意味を持つバズガロン。え、 2P こっちです。さあ、バズさんが 2P を取った。さあ、 1P は暇人のレイレイ、最近、帝でよく、来てくれるようになりました。レイレイ地下の暇人さんです。色は、肉のない色ですね。あまり使い手のいないこの色。これかな、あまり鮮やかじゃない色です。さあ、レイレイはやはり勝てるようになるまで、戦えるようになるまでかなり厳しいキャラ。その辺、一歩の落ち合いで負けて暇人さんも痛感しているところ。さあ、特にガロン戦は慣れないと厳しい。さあ、まずはこの辺でリードを取ったのは、もっともう取り返された。キャンはバズがリードしている。さあ、それでジクシャン逆に。さあ、ジャンプ中盤を振っている。ジャンプ中盤判定は強いんですが、高度で、ガロンに負ける。上から潰されてしまうという。さあ、そしてレイレイはめくりに落ちなければいけない。さあ、ガロン、まだこの辺は。さあ、バズさん早いですね。あのジャンプ中盤、判定は強いです。さあ、置いてみたのはバズ。さあ、これは天然ミス。さあ、起き上がりがうまく回した。しかし、バズも結構ダメージをもらっているので、まず対空2回ぐらい、暇人が決めれば逆転できる。さあ、最後の大会だからちょっと受けを狙ってみました。あれは歩けますか。さあ、ここで召喚3発。さあ、天雷にはいかない。ガロンは天雷にいい反撃はないので、天雷は見ずに行ってもいいか。そしてバズの代名詞、中段からのモーメント。さあ、暇人追い込められてるぞ。3発でもらう打撃が痛い。さあ、ジャンプ中盤しっかりしていい投げ。トロイゼ。さあ、先ほどゼロ回戦を勝った、かけガロン、そして、ニート侍中西あ、失礼しました、あ、ちょっとあ、すみません、傷つけてしまったようです、僕の心ない一言が。さあ、さあ、中西ビシャモン対、影ガロン、ガロンビシャモンは中盤ない。さあ、影激しくに投げで、さあ、このタイプミスった。さあ、ピースパンチで落として、この投げ、これは一気に試合を決めたいのか。
てさあ、やるさあ、やるまずはゲージを貯めるただ、さあ、なんですかあれは、ノーマルですよさあ、駒投げを当てるここまでは、ハゲが断然有利イエスハゲ様ビーストよりもクライムにゲージを貯めるこういう位置を決めて、ハゲが取るさあ、辛くなってきたでしょオブラールガロンにどうやって近づくかこれは、どうしようも結構厳しいと言ってたさあ、ああいう釣り方がまだ安いですねさあ、駒投げを何度も何度も決めていくさあ、ビシャもまとまったダメージこれはここでいこうかさあ、これ、サマを呼んでいたかもう一回ね読みとか強い問題じゃないですよ、ね、サーバーはさあ、しかしダウンを取り返してさあ、大丈夫かよしディシャモンがもう残りますかガロンは7割くらいあるまだここでまだいけるさあ、落ち着くよ止まった痛い痛い、そしてサーバー、もうケトリ君のゲージがないぞそして、魂戻って来るか、ほんで逆転したさあ、飛んだ影は飛んでいたどうですか、今のいいですねナイスジャンプさあ、あ、俺ですか、オラオラ英語ですさあ、これで1回戦の最終試合ということですね、オラオラキュービー対、ゴレイレイ最近メキメキと、腕を伸ばしてきているオラオラキュービーさあ始めていきましょう行くよメイヒーホーさあ序盤からゲージを貯めていく、なんとか捕まらないように、ゲージを貯めて後半戦に入りましたところさあ2回戦注目の好カード、DD サスパッチ VS 酒井サメ木曜みんなでやつがかなりこぼされていましたが対策は立っているのかダメかわずまかけて
返して。ほら失敗、ピーエンパしたところに刺さる。勝ったのは坂井食べる。さあ、続いては、カジ対笹塚、帝大会、やはり、レベルが高い、今のところ順当に強い人が勝っていると。番狂わせ的なものは起こりませんね。さあ、この一戦はどっちが勝つかなかなかわからない。ワンピーが笹塚のフェリシアに、ツーピーがカジリリス、どっちも黄色。さあ、決めちゃうよ。ベリシアは端に追い込んでからの中段投げ、このタクはきつい。さあ、攻め込んでいるのはカジ、特にうまく避ける。ガキャンしっかったか今。さあ、ガキャンしっかり逃げるところにダッシュ中盤。さあ、これはワンサイドになってきたぞ。さあ、ベリシアの攻めも、さあ、これはシャイニング戻した。ベリシアはまとまって取れないぞ。いいですか、アキャン。さあ、ベリシア、なかなか調子を作れないか。さあ、当たっているから見事な感じだが、何を持って出しているのかわからない。さあ、アキャン、この辺はサラスがお得。さあ、今猫ガード、アバカモレスね、大パン、大キック空中投げ、機能している。そしてもう一回空中投げ、そして壊したると怪しい。アキャン、まだ死ねない、まだ死ねないぞ。このピンチ、怪しい、壊してベリシアも中段があるぞ。ずれた、ずれた、壊しか、今の。さあ、カジが勝利。さあ、反対側には胡椒がいる。さあ、次は胡椒とバズガロン。さあ、バズさんのガロンが胡椒を下すか。どうですか、バズさん。さあ、バズガロン気分が悪い、やる前から気分が悪いと言っています。さあ、ワンピーが故障、そしてツーピーがバズガロン、青色パンツ、故障はダークカラー。さあ、この戦いガロンはそんなに分が悪くない。ひょっとする、ひょっとする、口が大きい。ガロンを任す可能性も十分にある。さあ、しかしバレッタ戦ならもうお手の物と言うかどうか分かりませんが、さあ、リバサコーナーゲーめくりは、バレッタちょっと薄い、振りが。さあ、なるべく噛み合わないようにしていきたい。横幅のあるガロン、中段が結構当たりやすい、まあ姿勢は低いですね。押しているのはバレッタ、一気に故障を取っていった。さあ、ここは逃げる。さあ、こう小技で落としてバレッタを逃げる。夫人中盤で返す、そして自分の有利ができたら攻めていく。さあ、ビーストは、こっちはクライム、これは反撃できなかった。さあ、お見合い、サイルは中盤。怖い、恥は怖い、恥が忍ぶ。さあ、これ脳ダメージ抜けた。さあ、タイミング、タイプタイプのタイミング狂わされる。ずらしの中盤。さあ、追い詰められてるな。まず腰はまだダウン取られてない。さあ、タイプ落ちる。さあ、また割り込む。これはずらしが裏向いてた、ミサルタイプ。さあ、歩く。この体力差だとどこまで押してモーメント。しかしちょっと厳しいぞ、体力差がバズのタイムがない。大き攻めで殺し
してないので、あれを前に追加していかないと。さあ、中途入って。あんまり蹴らなかった。じわじわダメージを取っているが、まずももうあと10番一発で知る。さあ、時間16秒、そしてここだけ。さあ、歩いて。ずらしか投げかに行ったところ、小技を差し込まれて小勝の勝利。やはり番狂わせは起きないのか。さあ、影ガロンとオラオラキュービー、影さん、あ、いるいる。さあ、これがこれでベスト4が出る。残ってるのは、酒井、カジ、小翔。おー、すごい顔ぶれですね。さあ、ここに食い込んでいくのがオラオラか影ガロン。さあ、キュービーガロン、キュービーガロン、どうなるでしょう。どれくらい。さあ、影に比べれば新規も新規。オラオラの経験値と影の経験値、どっちが勝つか。影はイエス様を対応するスタイル。逆にビーストは少なくなるんだが、他のガロンとは違った立ち回りをしている。さあ、ここだけか今。さあ、まとまったダメージが取れていないので、ダメージ負けしているのはキュービー。押してる感はガロンの方があるかもしれない。さあ、準備は今差し込み前ですね。さあ、サーバー当てても外れてもサーバーを出していく、出すことが大事。さあさあ、 ESCR 届かなかった。これはしのげるか。オーバーからのずらしでインクルですね、あれ相手の。さあ、先ほど俺が死んだあの3つ。さあ、ガロンも技を出してはいるが、なかなか通らない。さあ、まだオラオラはダウンを取られていない。オラキュー、さあ、スターマン。さあさあ、これはこれ、これも取れなかった。なかなか詰められない。ここでやっとワンダウン。さあ、クライムは8のところで出ません。さあ、後ろ2連覇の後ろホバーがなかなか厄介。さあ、引っつかれるぞ。大キック。さあ、ベスト4残ったのはオラオラ。さあ、注目の準決勝第1試合、カジ対酒井。帝にいるとまあ割合 見ます試合ですが、なかなか見応えがある。酒井さん、なんか一言。頑張る、頑張るといけます。本当に頑張るって言うんですかね。さあ、頑張るとこ。出し投げで突っ込むや。さあ、ファーストはカジ。このクラスになるとファーストのものを言う。さあ、ソウルを通していくの。ソウルを出している間もなくの。さあ、めくりだ。めくりというか、裏から。氷二択、押し投げ。おっと、両者すごい。今度は無能ではなく、テイク大パン。さあ、ダメージはインパクトを回復すれば。おっ、これは、ほぼほぼ。さあ、いい試合になった。さあ、チャイニーズのサードリー。ほら、これ、死ぬなった。で、さらに削るなかったところに、ルミナス。さあ、これちょっと、顔色が変わったぞ。さあ、大パン、氷二択。さあ、カジが下げる。さあ、カジ引っ張るのフィニッシュホールド。カジダンスが出るのか。さあ、おっと、ルーに食らった。これ危ない、ヘルドに逃げる。ヘルドアベル性能がいい。さあ、攻めあぐれているのが酒井。鉄壁のソウル防御。さあ、なんだか、ルミナスに中キックを刺す。
そしてシャイニング、紙一重のシャイニング、危ないぞ、ダメだよ、イエス、シャイニングで削った。さあ、チキショート、悔しい男坂井。さあ、決勝王手をかけたのはカジ、そして小正対オラオラ。さあ、かつて帝でセイバーをやっていたところ、小正さんに拾われたオラオラ、今ではもうこんなに強くなってしまいました。さあ、準決勝第2試合、もう一つの決勝への枠をかけて戦うのは 1P オラオラ、 2P 小正、黒い色も見せらない。さあ、どうする、まずはお互い4人、 QB ガイアが前に蹴る、ホバー、長めのホバー。さあ、これはどうやって隠していこうというところ。さあ、入れたか、オラオラのアバカというのはあまり印象に残っていないんだ。さあ、バレットの攻めをどうやって返していくか。で切り返す、打ち投げ、抜けていない。さあ、正面から表裏、今のは若干ありましたよ。さあ、中盤を巻いて、さらに CR にも引っかからない、下高ですね。さあ、ここで捕まえたのがオーラ、一気にモンキング取れるか、取れた。さあ、分かれないぞ、タイプ的だった。CR は狙わない、食らってはいけない攻撃が CR。 さあ、 CR に反撃、チェーンを決めて動かしたい、ゴールに入った、ラッシュ中盤から、いいラッシュ、オラオラ、危ない、これミスミスに、すごいのミス。さあ、体力はほぼ込む、時間も50秒切ってる、これが危ない、紙一重だった、あのミサイル。さあ、オラオラどうする、攻めるか、切り返すか、逃げるか、コマ投げ、これが減ります。さあ、番狂わせなく、決勝はカジ小正。あ、カジ負けた、あれ、あ、3位決定、あ、3位決定先やります。コメントはついてませんよ、ついてますか。はい、酒井さんと、オラオラ QB による3位決定。さあ、早くもセイバーの大会は非常に早く進む、早くも3位決定。さあ、先ほどカジに敗れた、酒井と小正に敗れたオラオラ。さあ、酒井さんは坂本さんの勝ちがやりづらいと平成500人いるそうですが、勝ちは苦手なのか、いや、やはり相手を選ぶのか、これは一方的に酒井が暴れる。さあ、ここでやっと取り返す、ずっと坂井のターン、ちょっと、しかし、さあ、坂井の猛攻をしのげるか、いざとなれば、エリスがある、ラベル。さあ、これ、オラオラ、なかなか攻めは、さばくのは難しいか、さすがに9秒切るといったところ。さあ、前中盤走っていく、対空で取り返す、オラオラ。さあ、ぶち投げ、さあ、頑張りみたさない、最初序盤の展開と違って、こっちが当たるか、こっちの道、しばらくはいけなかった。さあ、これはしのいだ、サガイが行くまでしのぐ、中段が通ればサガイを勝てるが、さあ、もうナイスぞ、ダークホースにジャンプ中盤、空中投げかな、刺さった刺さった。さあ、サガイが貫禄の3位、しかし危なかった、結構やりづらかった戦いが言っています。さあ、それでは決勝の方、帝、新宿帝、最後の大会ですね、何度も何度もやってきましたが、
この地で行われる最後の、決勝戦、ワンピーツビアまだ決まってない、戦うのはやはりこの人たち、カジリリスとコショバレタ。今両者がゆっくりとじゃんけん、さあワンピーに行くのはカジリリス、そして椅子を筐体から遠のけていつもの故障スタイル。さあ両者、集中します。さあこの時一体何を考えているんですかね、機会があれば聞いてみたいと思いますが、さあ最初にキャラを決めるのはおそらくカジか、故障は大体後決めですね。さあまだ決めない、ミカド最後の決勝戦、今ここにファーストアタックを取るのは、さあ弾く、ちょっと不用意にミサイルに当たってしまったカジ、めくりが決まって、さあ下段ミサイル、さあ割り込む、カジがもう2度割り込んでいった。さあ下段ミサイルがあるからそんなにシャイニングは見せない。さあ随分長めのずらしですね、タイミングを測っている。さあちょっとカードミスター立ち上がる、取れるか、さあミサイルもしくはカゴの削りをミスったらコード取り返されてしまう。取り出しからのシャイニング、これに取ったのはカジ、さあめくりから踏み出す、これでもう残り半分切った。さあ一気に動くんですね試合が。シャイニングでカジが歩いて投げに行ったが、これガードされる。ここで当然のように取り返す故障、まだまだいける、一気に取れる故障バレッタ。さあ危ないぞ、怖い怖い、もう着地全てが怖いですね、全てが読み合い。さあやや透かし気味を丁寧に暴かして、さあ故障の体力はなくなってきた。大パン投げに行ったところを返される、シューキックが刺さって優勝はカジ。いやーみんな盛大な拍手を一応してください。いやおめでとうございました、優勝は、カジリリス。なんかコメントをしてくださいカジさん。まあこれで故障が名古屋に来てくれると思うんで、しっかりね名古屋の決勝で蹴りをつけたいなと思います。さあ故障参戦もうほぼ確定ですねこれは。さあライブ配信を、ご覧の皆様、これで大会は終了ですが、この後、カジさんのスペシャル企画、何やるんですか。東大戦変わり映えがしないですが、カジさんがぜひ東西戦やりたいということなんで、東西戦をやります。ではやはりカジ故障でいいですか。あ新規もはいいいですよ。東西戦やります。東西戦のメンバーは、基本的に、大会参加してた人は、まあ、入れます。であと、追加で来たい方は、こちらの方まで来てください。面白いんでぜひどうぞ。やはりチームは決勝で戦った2人を分けて、カジチーム、故障チーム、これでしたいと思います。キャラ選別は取り合いでいいですか。取り合いで、カジ故障の取り合いで決めます。なので、開催まで、もうしばらく15分ぐらいかかるかもしれませんが、ちょっとしばし休憩ということでお願いします。こちらの台は今フリーなんで、まあ、多少はライブ配信の人もいるんでこっちでも多分のじ合いしちゃって、じゃあお金入れて、フリーだけどお金入れて、このライブ配信台でやってください。東西戦の組み合わせ今決めますので、決まるまで、のじ合い台です。さあ、あと、東西戦